去年5月、安全管理体制が整うまで運転再開をしないよう命じていました。はい、文殊で、原子炉の中を撮影するカメラの不具合が見つかったということでね、はい、ニュースでした。台風接近で皆さん気をつけてください。ちょっとね、片付け物しながら今日はさ、鶏のもも肉、冷蔵庫から出してもすぐに調理できる状態ですね。それからうちは4人家族なんですけど、まあ作るときはいっぺんに作るんで、サンマですね、塩サンマ、これももう冷蔵庫から出して、あの室温ぐらいになってるんでね、そうすると調理しやすいということですよね。よっ、ちょっと待ってね。ねえ、台風、本当にこの台風はちょっと日本から関係のないところに行けって言っても無理みたいですね。はい、よし、行こうか。このぐらいかな。片付け物もするんですけれど、そんなに洗い物はないんで、それぞれあのサンマも鶏ももうフライパンで簡単に仕上げるやつにしようかなと思って。サンマ入るかな、フライパン。どうしようかな。サンマを切るか切らないか。大丈夫だな。尻尾を折ったら大丈夫みたいだから。サンマも。サンマも魚焼き器で焼かずに、今日は素焼きにしてからオリーブオイルとニンニクで焼いて醤油をかけて食べるようなスタイルにしようかな。結構塩がついてるな。よいしょ。サンマと鶏と、こうやってね、肉とか魚とか触って、まあ、鍋の中入れるでしょ。でもうこのパックとか片付けて、はい、これでもうほら魚とかには直接触んないから、これでこの状態でね、どうせ洗い物するときに洗剤使うんだから、で洗剤をね、洗剤をスポンジに染み込ませたついでに手を洗って、それでもうちょっと水がついたままのフライパンでよくやりますけど、鶏はこんな風に、サンマはこんな風に
あのフライパンに水がついたまんま、そのまんまね、鶏は皮に油があるし、サンマも油があるから、そのまんまこうやって弱火でね、焼いちゃうんです。そうすると、よいしょ。自分の中から油が出てくるから、ね。その、鶏にしてもサンマにしても、自分の中から出てきた油で、焼いちゃうと。換気扇つけて。ということですよね。だから、弱火にしとけばいいんですよ。弱火にとにかく。とにかく弱火にしとけば焦げることないから、それでもうほったらかしにしてこっちの片付け物とか始めちゃおうと。これは違う。チキンはトマトホール缶使ってトマト煮にします。サンマは焼き目がついたら、それからニンニクとオリーブオイルを入れて、あと食べるときにね、醤油とレモンをかけて食べるようにしますね。まあ塩サンマなんで、そのまま焼いて、仕上げにニンニクとちょっとオリーブオイルを足して、香りをつける。まあこっちもね、ニンニクを入れると思うんだけど、まあ、とにかくこの段階で洗い物をしてね。洗い物が終わったら、まあ、大体火が通ってるみたいな感じに。ブログに上げていたストーカー規制法のことについてね、誰だったかな、 RJ35 さんから意見が来てたけど、まあストーカー規制法はね、恋愛それから好意を持った人に対して、特別な人に好意とか恋愛感情を持った付きまといってなってるけど、まあ、例えばね、A さんが B さんにこう恋愛感情を抱いてするでしょ。ところが B さんには C さんという好きな人がいたとするじゃないですか、ね、そしたら、まあ、ストーカー行為というのは、A さんが B さんに付きまとうことが、まあ、なんていうかな、基本形というか主だけど、そうじゃなくて A さんが B さんに横連帽してというかね、 A さんが B さんを好きなんで、な、 A さんに振り向いてもらいたいと思っても、 B さんが C さんを好きで、A さんに振り向いてくれないときにですね、 A さんが C さんにつきまとって嫌がらせをする場合があるわけですよね。はい。まあ、そういう場合に、似てると。ということで理解ができるんじゃないかと思いますけど、まあマスカメ TV、 それか私、そのマスカメ TV の視聴者が受けている嫌がらせっていうのはですね、まあ妨害者の行動を見てみると、今まで全然あんまりずっと数年間そんなのほったらかしにして気にしてなかったんだけど、警察に、いろんな証拠資料とかを揃えて出すのにね、やっぱりチェックして探すから、奴らの
験は、要するに私が、自分、彼らが、奴らが、犯罪者らが思っているようなことをしないと。本当はこうすりゃいいのにしない。だから懲らしめるんだという、まあ大雑把に言うとそういう論調なわけですよね。でそれは、要するに、さっき言ったみたいに、恋愛感情が実らない。あるいはその、自分がこうしたらいいと思う、自分が好意的に思っている方向に私が動かないから、妨害をするということで、まあそんなことやっちゃダメだよということはすぐに誰でもわかるわけでね。まあ RJ35 さんが言っていることっていうのはちょっとなんていうかな、法律っていうのを、まああまりこう経験的にね、もう少しいろんな角度から法律を読む癖をね、つけるといいとは思うけどね。まあまあ。あ、鳥はね、こうやってティッシュで油を取ってきます。結構ね、出るんでね。これはまあ、いつもの作業ですね。ただの素焼きですから。ちょっと塩コショウしとこうかな。肉の方にね。トマト煮なんで味が抜け出ちゃうからちょっと塩コショウして、これ身の方に塩コショウして、それで火を通しておくと煮込みなんかにした時に味が抜けていきませんから。気持ち、サンマの皮がくっつき気味だ。できるだけ皮を破りたくないけど、ちょっとオリーブオイル軽く敷いといた方が良かったかな。ね、ちょっとオリーブオイルを軽く敷いておいた方が良かったね。やっぱりちょっとくっついちゃったね。よいしょ。これね、ひっくり返すときはこう、ちょっと、あれ？よっ。あれ？下手くそだ。よっ。よし。皮がちょっと取れちゃいましたね。完成。ちょっとオリーブオイルを敷いた方が良かった。トマトは潰しておきます。缶の中でね、ある程度潰しておくと後が非常にやりやすいんですよ。でちょっと切るようにして、であとこのスプーンの背中とか、まあ、フォークでもいいんだけど、スプーンの背中でこう丸ループに当てて、こうやってね、丸い缶の背中に当てて押しつぶすような感じ。まあ手でやってもいいんだけどね。
トマトを料理に使うときはね、15分が目安なんで、トマトを火にかけてから15分以上経つとえぐみが出てくるんで、そのあたり注意してね、あんまり長時間煮立たせないように。もうちょっと、こっちはもう油は取れた、ちょっと、サンマね、もうどうせ取れちゃうから、尻尾を切り取りが食べれないからね。はい、で、フライパンに収めますね。でかいなこれ。ニンニクはあのちょっと芽がある、これをこう取ってね、えぐえぐになっちゃう。でまあ私はこうやって手でやっちゃったりするけど、皆さんはあのまな板を使ってやってくださいね。まあ適当でいいから、こういう時はね、サンマの方に。余ったニンニクをたっぷりしまって、それでね、ここにニンニク入れたでしょ、ここにオリーブオイルをちょっとね、ソースにするから、これニンニクがある、そこにオリーブオイルを少し。ニンニクに火を通してね。
はい、ニンニクに火が通ったら、こっちはトマトで煮込みますね。ちょっと水を入れて、こうやって缶からを洗ってね。これでいいですね。これはスプーン立てに置いといて。こうやって立てるんだよね。よいしょ。カップヌードルが見えてる。こうやってね、スプーン立てに置いとく。こういうのをこうやって調理場の隅っこに置いとくと結構便利だね。もうこれで皮のところは皮のところは火が通ってるから、あとはもう15分ぐらい煮込むだけですよね。で、こいつももうほとんど火が通ったから、もう一回ひっくり返す。あとこのトマト煮はね、ちょっと味がこれだと力が弱いんで、コンソメとかチキンブイヨンとか入れてもいいんだけど、そんな洒落たものはいつもないんで、こういう白だしとかあれば。インスタントラーメンのスープとかでもいいですよ、入れれば。これですね、ちょっと辛みをつける。まあでもあれか、トマト煮には唐辛子入れときます。ローリエとかね、ある人はローリエとか入れてください。わお、お酒とか白ワインとかある人は、半分ぐらい仕上がっていた段階でこう入れちゃうといいですね。そうするとアルコールと一緒に出てきますから。今ね、白ワインもお酒はあるんだけど、まあ今日はこのままでいいかなと。これじゃ塩が弱いと思う。塩だ。
配でき、あとはレタスをサラダ用に切って終わりです。簡単に終わり、今日はね、サンマはチキンも弱火にして、あとはね、もうレタスを盛り付けるときにサイドに添えるだけで簡単にやります。じゃあ一回切って、ちょっとまた仕切り直しです。